昨日の正午に突然の発表、芸能界から祝福の声が届いています。 ありがとうございます。新井恵理那さんがご結婚されたんですけど、おめでたいですね。旦那さんと家族3人で、まあ、温かい家庭築いてほしいですね。私、新井恵理那は友人による紹介をきっかけに昨年夏から交際してきた方と今年に入り結婚いたしました。指輪をつけた2人の手をハートに重ね合わせた自作の絵画とともに結婚を発表した新井さん。さらに皆様へのご報告を予定していた中でお腹に命を授かったことが分かりました。私の人生において節目になるような大きな幸せが続々とやってきてくれたことへの驚きと喜びでいっぱいです。新たな命を授かったことを報告、そして気になるお相手についても。私の伴侶となってくれたのは同世代で大阪出身、現在は都内に会社勤めをしている非常に陽気な方です。好きなアニメの話で意気投合するなど、私は出会った時から長年の友人のような印象を抱いており、純真な彼の人柄に惚れ込んでおります。お相手は新井さんより一つ年下の32歳。出会いは去年の梅雨頃で、交際スタートから半年でゴールインとなりました。突然の結婚発表を受けて、芸能界から新井さんへの祝福コメントが続々届いています。エリーナちゃん、おめでとう。新井ちゃん、結婚おめでとう。いつも天然で笑わせてくれる新井ちゃんが奥さんになるなんて、きっと笑いの絶えない素敵な家庭になると思います。本当におめでとうございます。おめでとうございます。新井ちゃん、幸せなニュースありがとう。ご結婚おめでとう。前々から約束していた爆笑問題さんと霜降り明星の2組で結婚式の MC の件任せてください。これからは力を合わせて温かい家庭を築いていけるよう努力していきます。はい、新井さん本当におめでとうございます。本当にありがとうございます。ね、ちょっとうるっと。そうですね、はい、なんか皆さんからこうやって私以上に喜んでくださる方のコメントいただくと実感も湧いてきて、ちょっとなんか感動しますね。本当にそうそたる顔ぶれからお祝いの言葉が、ね、届いていました。ただ爆笑さんと霜降りさんに MC やってもらったらいくら包んだらいいんだろう。そうですね、豪華な結婚式になりそうですよ ね。さあ、ではですね、ここからいろんなこと聞いていきたいと思っていますが、事務所の、ね、後輩でもある森さん、どうでしょうか。はい、いや、相手はどんな方なんですか。とても陽気な人で、なんかさっき田中さんから、まあ、私が笑わせるんじゃないかみたいなコメントがあったんですけど、はい、私の方が毎日笑わされてるぐらいちょっと表現な人ですね。で、関西弁ということですかね。そうです、大阪出身で東京で、まあ、暮らしてるんですけど主に関西弁なので。あら、そうなんですか。はい、じゃあ今後新井さんから関西弁出ちゃうかもしれないんですか ね。映るかもしれませんよね。なんでやねんって、ね、言ってほしいよ ね。言ってほしい。とりあえずなんでやねんから始めてほしい。そうですね、なんでやねんもまだ習得できてないんですけど。ここからじゃあちょっと練習していってください。そうです ね。あの、交際半年ということですけれども、うん、ビビッときましたか、やっぱり最初。ビビッときてるのかな。友人に紹介してもらったんですけど、うん、その友人の話を聞いてて、うん、こうその友人がちょっと彼氏と喧嘩してると、うん、でそれを仲裁しに彼氏の親友が来てくれたっていう話を聞いて、うん、あ、すごいいい人じゃん、紹介してよっていう感じで、私から、親友だったんですね。はい、そうですね、私の友達の彼氏の親友だったんですけど、それで会わせてもらって、最初はすごい汗かいてるなっていう印象で、汗すごいですねっていうのが最初の一言。直球な。そうですね。そうですか。じゃあ、うん、素敵なエピソードを聞いて人柄にこう、うん、いいなと最初、ね、印象が良く、はい、いい人なんだろうなと思って会ったら、うん、なんかそのままとてもこうピュアな純真な人で、まあ、なんかお互いアニメが好きっていうのもあって、うん、そういう話でもこう
ワイワイ盛り上がる感じで、はい、ちょっとずつ仲良くなって、まあ、デートとかも何回か4回ぐらいしてたんですけど、どこでするんですか？ちょっとこうあドライブデートとか行ってもちょっと彼は駐車が苦手で渋滞できちゃったりとかなんかこうそういうおっちょこちょいなところもいっぱいあるんですけど、まあなんかいい人だなと思いました。そしてあの新井さんがインスタグラムで描かれた絵がこちらなんですけれども、とっても素敵な絵で、これどんな絵ですか？ありがとうございます。そうですね、まだもうすぐ指輪はできるところで実際にはないんですけど、はめてますね、ここは、はい、でも今サンプルでそのそういう感じのが出来上がっているところで、まあ、それをはめながらこう手を重ねて新しい、まあ、命もいただいたので、まあ、3人で海とか空のような広い大冒険に出ていこうっていうようなこうちょっと決意を込めて書いてみました。ね、あのママになるということでどんな心境ですか？はい、ちょっとこんなに人生がどんどん進むとは思ってもいなくて戸惑うことばっかりなんですけれども、うん、まあ母親になるならばちょっと決意をして、うん、先輩にいろいろ聞きながら確かに、はい、覚悟を決めていきたいなと、いろいろ怖いですけど、まあ、はい、なんとかなりますよ。そうですね、でも本当におめでとうございます。ありがとうございます。